するめは、イカの内臓を取り除いて、スボシや、機械乾燥などで乾燥させた、加工食品。乾物の一種。古くから、日本、朝鮮半島、中国南部及び東南アジアにおいて用いられている、食品で、長期保存に向いている。日本では、縁起物とされ、結納品などにも用いられ、こときと表記される。俗語として、当たり目とも言う。イカ。 剣先イカ、スルメイカなどのイカの実を切り開いて、内臓、眼球を取り除き、残しておいた足とともに、竹串を通すなどして広げる。これを、天日干し等の火干しや、室内や庫内で火を焚くなどして、温度を上げ乾燥させる、火縫いなどの方法で乾燥させる。この時水分量は、重量の約20%となる。長期保存に向いており、 水で戻して、出汁を取る、煮物に用いる、昆布や数のコなどと一緒に漬け込むまさき漬けなどの料理方法がある。また、火で炙ってそのまま食べるのも素朴な酒の魚の一つとしてあげられる。非常に噛み切りづらく、よく咀嚼しなければ飲み込むことはできない。100g あたりの栄養素は3 3 4キロカロリー、水分 20.2g、タンパク質 69.2g。 脂質 4.3g、ナトリウム 890mg、銅 9.90mg、カリウム 1100mg、アエン 5.4mg、リン 1100mg。この他、イカに多く含まれるタウリンがスルメにも多く、含まれている。江戸時代には日本から清への輸出品目であった。当時から用いられる等級種類に、以下のものがある。明治以降も引き続き、日本から、 中国や東南アジアの華経に向けての輸出が行われていた。戦後に入ると国境内戦と中華人民共和国の成立により中国本土への輸出は途絶えたが香港、台湾、東南アジアへの輸出は行われた。当時の日本では外貨史とが統制されており自由に輸入できなかった貴重品のバナナの輸入枠と 水産物等の輸出枠をリンクする形で1951年より行われた台湾との貿易で、スルメは日本から輸出された品目の一つであった。しかし朝鮮戦争停戦後に韓国、北朝鮮産品が台頭し、また1955年にバナナリンク制度が終了したため、日本からの輸出量は急速に低下した。近年ではベトナム屋台が 輸出国となっている日本では国内水産業保護のための輸入割り当ての対象となっている。日本においては古くからイカを食用としており保存ができる乾物加工品としてのスルメも古い歴史がある。古典的な儀式や儀礼の場では縁起物として扱われ、結納の際に相手方に収める品としても代表的なものである。結納品の場合には ことぶきとめの当て字を用い、同じく結納品である昆布とともに、女性の健康や子沢さんを願う象徴となっている。また大相撲の土俵の中央には15センチメートル、四方の穴があり、スルメやカチグリが神への沈め物として埋められている。縁起物であるとする理由は、諸説あるが、日持ちの良い食品であることから末長く、幸せが続くという意味とする説。 室町時代の頃からお金を、お足と言い、足の多いスルメは、縁起が良いとする説などがある。戦場では食のタブーとされており、上泉信綱伝、君越州真記録士官、軍役の項目に、怪我の際、血が止まらなくなるため、イカスルメカに飛びごは、軍中では、禁食と記されている。似た俗心として、群馬県では、スルメが不祥�のためか、 スルメを食べると血が騒ぐため妊婦に食べさせると流産するとして食べさせない。同様にイカを食すと流産する血が騒ぐとした系統の俗信は長野県や新潟県にも見られ富山県や広島県では産後に食すなとする。一方で愛知県では病気になった時はスルメの目を焼いて食すと良いとする。また江戸時代中期頃からスルメの するという部分が、金をするという五感を持つため、演技を担いで言い換えた、当たり目という言葉が用いられるようになった。ありがとうございます。